る前の台とかも含めて、かなり、スタジオ、ちょっとね、欲しい BGM と違うんだ。よいしょ。い、ちゃんと座ったね。よし。というわけで、これを私目線に直すよ。これ直ったかな？直ったね。よーし。まあ、のんびりつらつらとこんな感じのラジオをやってる。ラジオ？テレビ？まあ、それをやっていこうかなって思います。カメラもうちょっとずらすか。違う。これね。これに似てしない、あれか。位置は調整されないやつか。まあ、これで OK。うん。こんな感じでね、お届けしておりまーす。本当はこれね、この状態で置けば、いや、違う。この状態でね、ワールド固定すればいいよね。よし。これで OK。で、カメラの切り替えを、こうか。座りながら移動しちゃった。ちょっと遠いね。もうちょい近く。近い近い近い。まあ、これでいいか。改めて、座ってるよ。やっほー。いや、なんかさ、こう、リアルに近い配置されてるからさ、のんびり座ってお茶を飲んでいてもいいのかなって感じがするね。いやー、今日はどうだった？土曜日だけど。ああ。いやー、ゴゴティーが身に染みるー。よいしょ。まあ、今日ね、おやつの時間あたりから、まあ、V ライバー、VTuber、新郎姉ちゃんの、アルファ U っていう au のアプリケーションっていうかメタバース？そのね、配信にお邪魔してたんだけどさ、両手を上げて、わーって振るような、集団になってたんだけど、なかなかね、面白い体験だったね。スマホアプリのさ、いわゆるクラスターみたいな感じのやつに、ああいうものに関してはまあ、VR もできる。もしくは、本当に配信もできるとか、いろいろ機能あるのはあるんだけどさ、EM とかもそうだし。ただね、今回そのアルファ U っていうのがアプリケーションとしてちょっと変わってて面白いなーっていうのが
基本行ける場所は2箇所。渋谷、池袋かなのバーチャル空間。かつ、まだワールド自体はそんな広くないのかなと思いつつもね。まあ、なんかしらバーがあったり、展望台があったり、街を歩けたり、かつ自由無尽に行くってわけじゃなくて、ちゃんと横断歩道は渡りましょう。道路は歩かない。みたいなことができるのよ。で、そういうなんか物理法則もありつつの、基本チャット機能がなくて、まあ音声機能、もしくはリアクションでの反応っていうのをやるような、そういう感じのね、アプリケーションだったのよ。まあ操作に関してはスマホアプリっていうこともあって、某コントローラー、みたいなやつとか、カメラ操作に関してはもうスマホの、まあ、オープンワールド RPG にあるあるなカメラワークというのはできるんだけど、ただちょっと不便なのが、VR チャットでもこういうカメラの方でよく使うフライングカメラみたいな機能がないってことかな。あとに、そのチャット機能がないことで、よりそのメタバース感というか、コミュニケーションを取るのに身振り手振り、プラスアルファの音声というのに限定しているところが変わっているところかな。まあ、コンセプトとしてわからなくもないし、ありだと思うんだけど、私、地声で女声出すの、10分ぐらいがリアルにやると限界。まだまだ渡るちゃんほど上手くないんだよね。強い自信が持ってないからっていうのもあるから、そこら辺はね、まあ自分の、なんかのその夢を壊すじゃないけど、音声を晒すっていうので、やっぱりこの姿と声が乖離した状態っていうのをやるのはちょっと恥ずかしいっていうのがあるんだよね。なのでまあそこら辺はね、おいおい頑張って解決していくっていうのと、スマホにボイチャを載せるっていうのが、簡単なようで実はちょっとめんどくさい。機器がね、すごい大きくなっちゃってるから、ボイチャとかソフトウェア系でやってなくてハードウェア系だから。なので、そういうのを考えると色々と大変だなーっていうのは感じました。面白いけどね。というよりも、今持ってる設備でもできなくはないんだけど、しばらく使ってないやつだからさ、ケーブル系の傷みがあって、それのメンテナンスをしなきゃいけないのよ。ピンジャックがな。なので、それさえ解決すれば、今の声のままそのままコンバートできるんだけどさ。まあ、でも、スマホのああいうアプリだから、本当に触ってるうちに断線したりとかして、声戻ったりしたら、うわっ！ってなるから、ちょっとそこら辺はね。まあ、こんな感じで進んでおります。そして本当にね、まあ面白かったし、その様子に関して、ちらっとツイッターの方にもツイートもしたしね。いやー、でもね、本当、身振り手振りだけでコミュニケーションを取ろうとするっていう動きは久しぶりに楽しかったし、何より、地声をね、ちょこっとスタッフさんとやりとりっていうか声を出すことがあったので、まあ、ちょっと恥ずかしいよね。あとね、残ってた時間というか夕方からはちょっとね、Vloid のアバターの方を、こちらのブリンブラウちゃんに若干、まあ、寄せてくっていう感じの編集を少しずつしてました。瞳のテクスチャー変えたよ。なので、そういう時間もあって、のんびり過ごしてましたね。それにしても、今日も雨がゲリラ的に降って、バーって降ったりして、大変だったね。みんなは雨の時とか、出かける？結構私は雨が降ると、ね、外出の予定を一旦やめてしまうことが多いかな。まあ、必要ならば出るんだけど、
必要じゃなければというか、必ず行かなければいけないっていう状況じゃない限りは、私は少しそこら辺は家から出なくなってると言えなくもないっていう感じかな。まあでも雨の中何も用事がない時に歩くってことはたまにあるから、逆に言えば用事がない時の方が雨の日で出かけやすいんじゃないかなっていうのを感じてます。結局さ、あれよね。目的に対して割に合わないとかそういう感情が先立っちゃうから、多分外に出たくないっていうのは出ちゃうのかな。まあまあまあ。そういうふうに考えると確かに私で無計画な時に外を歩くっていう方が好きな理由はそれかなーって感じはする。逆に何かを買いに行こうみたいな目的あった時に、ああ、雨か。いや、明日で、みたいになっちゃうのはそういう理屈かな？ねえ。まあ、そんな感じで、のんびりのんびり？まあ、ちなみにね、レッスンも受けてたんで、まあ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 、オンライン講義だけどね、そういう時間もあったなーって感じ？なので余計ね、お家から出ていないっていうことが多いかも。で、かつこのスタジオよ。これ今私一人でさ、やってるけど、カメラの切り替えとかを友達とかに頼めばもうちょっと楽しめる面白いやり方とかもできそうだよね。ちなみに向こう側にもスタジオがあって、同時に二つの収録ができるっていうところもここの魅力かな。カメラマン一人でもスタジオ二つ使って二つの放送を流すっていうのもありだよね。今白背景なのがまああれだけどすごいニュースっぽくない？このマイク一応消せんのよ。ただ私はこれが好きなので出してる。いいよね。コンデンサーマイク。吊るすの。この吊るし方好きだわ。基本私下から立ててるからな。そう。今使ってる無線のシステムじゃない時のデスクトップとかにこういうマイクを置くっていうことをやってる時はさ、意外とね、そのカメラで私を認識するっていう機能を使ってたせいか、マイク下からニョキって生やす方が視認性が良かったんだよね。なので、そういう使い方をしてました。トロちゃんがいる。誰か呼ぼうか。そう、一七関係でなんか、ね。ふらーっと呼んでもいいのかもしれないと思いつつも、ステータスがオレンジになるとちょっとためらうよね。Ask me って書いてあるけど、なんか作業中なのかなーとか思っちゃう。ね。ちなみにね、うちのグループだと、今、まあ、マイクラを YouTube 配信してたりとか、そういうふうにやってるみたいね。さてさて、トークネタに関しては、今日はこんな感じ？まあ、他にいろいろあげるとしたら、ね、なんかあるかな？最近の出来事。まあ、あえて言うのであれば、これは楽しい勘違いで出てきたことだし、まあ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 、もう言っても問題ないだろうけど、ローメイちゃんとかの放送枠では散々言ってることではあるんだけど、私、ね、お仕事を辞めます。で、その際にね、そうなってしまった理由の一つとして、まあ、たまたま内定をいただいたんだけど、その内定を取ったら、キャッホーっていうテンションでさ、ね、
お、ニコさんいらっしゃい、こんばんは。エール、ありがとうね。よいしょ。いいねもありがとう。というわけで、トーク、イェーイ。ライブ視聴中ありがとう。今ね、この収録スタジオに来てます。全貌を一旦私の視点に切り替えるから見てみて。結構ね、これ面白い状況なのよ。どう？今私の視点に切り替えて、この現状を見てもらってるんだけど、こういうスタジオでカメラ、あの緑のマークついてるやつね。あれを見て、あそこに映ってるのを流してたんだよね。で、今私は座ってる。ねえ、こんな感じの場所で流してまーす。ねえ、すごいでしょ、すごいでしょ。で、おっこらちょ。立ち上がるとね、こんな感じでね。お兄さん、いらっしゃーい。よいしょ。よいしょ、フォーク。と、まあ、こんな感じに。よいしょ。カメラを切って、よいしょ。はい、改めて。こんばんは、ドークピスキーでーす。イェーイ。お、これはまだカメラ切り替わってないな。こっちだ。よし、これで OK でしょう。どうだ、どうだ。こんな感じでね、VR チャット上の、まあ、新しいスタジオを見つけたので、スタジオに来てみました。イェーイ。かわいい、ありがとうね。ね。まあ、こんな感じでね、今私は、バーチャル上のスタジオ。こちらの名前がまあ、使い勝手がいいかなと思ってても、このナイトホームスタジオっていうところに来てます。一旦このスタジオ内をぐるっとせっかくだから回ってみようかなって思うんだけど、よいしょ。今いるのがスタジオ二つ目なのかな？こんな感じのスタジオでね、ここの機能を使って、まあ、背景色は変えられんのよ。こういう風に。ただまあ、白。これが一番いいのか。で、ステージセットのアセット変更でこういうことができるんだけど、まあ一番さっきのが使いやすかったかなーって気がしてます。で、これでカメラのこの視点？これを切り替えできるの。で、この切り替えっていうのが、ここにカメラを突っ込むと、こんな感じで固定できるのよ。っていう機能を使って、多分2人がかりでやるとね、ちゃんとしたテレビ番組みたいにできるし、3人いればゲスト1人の司会者1人、かつカメラマン1人って感じで遊べるんだよね。なかなかすごいよね。で、お料理番組であるような台所みたいなのもちゃんと設置されててさ、こんな感じ？ IH だね。で、第2スタジオ、第1スタジオって感じで、こっちがスタジオ1か。で、こっちが第2スタジオ。スタジオ1の方はこういう感じで結構シンプル。頑張ればカンペも流せるしね。これ機能楽しいよね。リアルタイムに合成するんだったら後ろグリーンバックにすればいけるもんね。で、それを見ていられるラウンジとかもちゃんとある。この人がワールド制作者さん。で、2階もあって、2階からね、こういう見学をするみたいな状態もできて面白いよね。ここで商談したりとかするんでしょ？
いやー、すごい光景だわ。という感じの場所に来てます。こういうところでみんなでさ、一緒に配信とかしてみたいよね、撮影とかも。おー、エール、ありがとうね。VR チャットに入っていられる方みんなで、こういうところで収録して遊びたいなぁとは思ってまーす。トークとかそういうのでいいよね、こういうところ。ちなみにさっきの椅子はね、自力で座ってました。そう。言い方を言うのであれば、空気椅子のような感じでリアルに椅子に座って、その状態を反映してたから、せめて椅子のコライダーがあったらなーっていうかどっかにあんのかなーっていうのを、ちょっとね、探してました。そう、コライダーっていうのが、いわゆる、機能というか、物理的にそこに床があるよみたいな状況にあるんだけど、それがないとね、まあ、椅子の機能っていうのがないと、3点トラッキングの時とかに座れないっていうことがあるので、ちょっとそこがね、悩ましいよね。なので、こういうところに座るときに私が本当に、リアルをえっちらおっちらしながら、おいしょっと、こんな感じで座ってるんだよね。まあ、こんな感じで夜景を背景に私は椅子に座りつつ、よいしょ、配信をしてたわけだね。で、今物理的にここに、PC 画面、コメントを見るためのもの、もうちゃんと引っ張ってきてるからね。を、一緒に遊ぼう。ありがとう。ありがとうねー。で、昨日ね、まあ、配信中にもお話ししてて、震える。どうしようか。みんなはなんか、セリフを言うとかそういうのあったんだけど、今のところ私はそういう用意がないっていうこともあったりとか、なんかネタ的な部分もなかったっていうのがあったので、とりあえず、されて嬉しいことなーに、みたいな感じで、できる範囲でやった結果、私はハグをしよう、っていうふうになりました。ね。なので、まあ、震えるしたら、ちょっと恥ずかしいけど、カメラ越しでね、こういうハグをしっかりしていきたいなーって思います。ね。まあ、やっぱさ、甘えたいじゃん。もしくは、甘やかしたいじゃん。ということがあるので、私はそういう方向性に行こうかなーって。まあ、さすがにね、他にいいものとかやってほしいこととかやっていっていいなーと思えるものが見つかったらそっちに切り替えていくけどねー。まあ、一旦しばらくは、カメラをみんなだと思ってハグをしよう。みたいな感じになっていくかなー。どうかな？まあまあまあ、ゆるくのんびりとやっていこう。それでみんな今日、どうだった？まあ私はアーカイブにも載っかると思うけど、アルファ U っていうところの、まあ、メタバース空間で、両手を上げる会みたいな、ロメちゃんのイベントに参加してたりとか、それを参加しながらレッスンしてたりとか、で、その後に、V ロイドの方を久しぶりにというわけではないけど、今まで溜まっていた作業の一つとして、姿を今私の、まあメインで改変して使わせていただいているリンブラウちゃんに寄せていくっていう感じのこともやってた。やっぱりね、アバター2種類体制っていうのが、まあ YouTube ではこの姿、一覧ではこの姿っていうのはちょっと紛らわしいかなーっていうので、だんだん両方を寄せていく。最終的にはまあ、ほぼほぼ同じ感じになるかなーっていうことをやっていきたいなーっていうのと、それをやることでできるメリット。そう。お着替えが専用服じゃなくてもやりやすいっていう V ロイドの特性を活かすっていう部分と、まあ、このデザインが好き。この姿が好き。これが可愛いっていうところを活かせる。っていうのをやっていこうかなーって思ってます。ね。もちろんね、このリンブラーちゃんの姿っていうのはほんとね、好きだしね。基本この姿なんだけど、夏服とか、
新年の晴れ着とか、クリスマスのサンタ服とかそういうのはね、サイズが合わなかったりして着れないの嫌じゃん？なので、それを着れるようにするために、ちょっとした手間をかけるって感じのことをしてるんだよね。で、あとね、サブマシンの方、まあ、サブ PC の方にね、そういう編集もそうだし、もし、まあ、長期で出張とか行ってしまった時に何もできないの嫌だから、持ち歩ける、まあ、作業スペースとして必要なものを最低限入れて、それを稼働させるように設定をしていこうかなっていうのもちょくちょくやってます。やってるんだよ。に。それにしてもね。今日も一日雨がすごかったね。降ったり、止んだりっていうかまあ、通り雨が最近すごいよね。もう朝から雨っていうよりも、急に降ってきた。やばーいっていう方が多い気がする。ねえ。さてさて。まあそんな感じだったけどね。ちなみにね、α u の方は本当にアバターの設定が細かくできるわけではないんだけど、幸いなことに私のカラーリング自体は再現ができた。っていうのと、あとね、まあ髪型に関しては、ストレートヘアになっちゃうからツインテールではないんだけどね。ただまあ、私っていうのもわかりやすい感じに作って、なんとか表現はできてるとは思うので、もし見かけたらね、気軽に声かけてね。まあ、声かけてというか、フレンド申請送っても大丈夫だしね、あれ。今ね、ハミンちゃんとローメイちゃんしかお友達いない状況になってる。すごいよね、逆に。まあ、近所はこんな感じだね。デイリーミッション達成。ありがとね。こういうふうにちゃんと続けられるのはみんなのおかげだからね。ほんとありがたい、ありがたい。ね。まあ、それにしてもこのスタジオかなり居心地いいよね。開放感が地味にあって、ちゃんとスタジオしてるっていうところが、超好感度を爆上げしてまーす。もしね、このスタジオにね、30分とか1時間とかこもるのが嫌だったらね、謎解きワールドでも行ってこようかなーとか思うぐらいには用意してたんだけど、それも必要なさそうなのがびっくりだよ。ねえ。まあまあまあ、こんな、ぺちゃくちゃ話してのんびりしてるだけだけども。まあ、なんかあったらお話いただいたりとかさ、チャットに書き込んでくれればね。私もね、ちゃんと反応できるかなとは思うので。ぜひぜひ。まあ、お便りじゃないけど、コメントとかしてくれたら嬉しいな。おー、なんかラッキー袋が飛んでるみたいだね。すごいね。こういうさ、ほいーって流れるようなコメントとか見てると、いやー、これがこの一覧の特徴なんだなーって改めて考える。ね。そう、ハミンちゃんとローメイちゃんだね。そう、α u のね、その、現場に行ってみたいよーって言えば、ただいま。今ね、私の無線マイクってさ、一応ね、
専用の機器を使ってはいるんだけど、バッテリー式なんだよね。ありがとね。そう、意外と私のマイクってね、無線式で専用バッテリーじゃなくて、普通に単三のね、エネループとかを、まあ、充電して使ってんだけど、なんだかんだで持ちが良くてさ、1回の充電でだいたいさ、10時間近く持っちゃうんだよね。なので、ちょっと交換のタイミングが、うっかりしてるとこうなる。今、手探りでね、バッテリーを交換するという、機材トラブル？いや、トラブルというほどトラブルじゃないけどさ、そういうの起きちゃったね。ごめん、ごめん。まあ、先ほどのハミンちゃんとローメちゃんの話に戻ると、明日もね、3時ぐらい？ 2 時から3、4時かな？まあ、おやつの時間帯だね。その時間帯に、アルファユーっていう、アルファユーメタバース？まあ、アルファユーというね、au がやってるメタバースアプリケーションのイベントで、アルファユーの中で配信をしてるっていうのがあるので、まあまあまあ、そこに会いに行けますよーっていうのがあってさ。まあ、明日最終日みたいだから、もしもし時間あったりとかしてみたら、行ってみてはいかがかなーって感じ？いや、明日と明後日やんのかな。まあ、細かい内容に関してはね、そのアプリ内で見れるから、うん。まあ、行き方とかわかんなかった場合にはね、お気軽に。まあ、とは言っても、よほどのことがない限りは、中にスタッフさんもいるから、いろいろとね、ローメちゃんどこ？って言えば教えてくれるからね。なので、まあ、そういうね、イベントもあるよーって。結構そういうさ、イベント、見てても楽しいし、参加できるってところ楽しいよね。まあ、私の場合は本当に、何かをやってる時にたまたま時間があったから行けたけど、意外とさ、その2時から4時っていう時間帯ってさ、外出してたりとか、結構忙しかったりすること多いから仕方ないよね。うんうん。まあ、なので、なので。ちなみに多分私も明日は時間あるから行けるかな。ただまあ声出しに関してはあまりしてないけどね。うん。まあ何せね。うんうん。ボイチェンをつなぐとスマホ自体の大きさが3倍ぐらいになっちゃうからさ。いや3倍っていうかケーブルとそのボイチェンとかつなぐとかね。おう、一緒に遊ぼう。ありがとね。ありがとう。まあまあまあ。まあ明日は日曜日か。日曜日。まあ多分今日は夜更かしをそんなしない気でいるので。気でいるので。まあ夜更かししても、7時とか6時とかに起きれるはずだから。うんうん。日曜日を満喫しよう。ちなみに日曜日ってみんな何時ぐらい起きんのかな？私、だいたい7時前後から、まあ、2度寝、3度寝、ぐだぐだしたりして、遅くて8時か9時ぐらいって感じなんだよね。まあ、朝ごはんをゆっくり食べる。っていうのも含めると、やっぱ9時ぐらいまでに起きてたいからさ。おー、忙しいね。大丈夫かい？うん、無理だわ。今日はしないようにね。5時か。なかなか大変だね。いやー、5時はね。ってことはお仕事かな？ね。なるほど。二度寝はいいぞ。玉川さん、いらっしゃい。こんばんは。エール、ありがとうね。
よいしょ。というわけで、ポーク。そして、V ライバーさんなのね。フォローしとこう。よいしょ。はい、どうも。ドクペスキーです。今ね、VR の中のスタジオからお届けしております。フォローありがとうに。ありがとう。可愛いっていただけて、本当嬉しいよ。まあ、こんな感じで今ね、VR のスタジオに来てるんだけど、VR チャットの中とか、まあ、ネオスはあんまり配信したことはそんなないけど、V ロイドを使っていろんなところに出てたりとか、もしくはね、そうだね、クラスターとか、まあいろんなプラットフォームでも私は、登録してたり移動したりできるから、そっちから配信することもたまーにあるからにゃ。おいしょ。ちょっと立ち上がろう。今ね、こんな感じのスタジオに来てます。たーん。どうよ。上の方に映ってるあそこをメインカメラの映像だね。で、背景公開だけど。うん。まあ、こんな感じで映ってますよー。に。よいしょ。まあ、ゆるくのんびりやってるから、よかったら来てみてねー。で、一応ね、うん。まあ、私は他の人の配信とかで映ってる方が多いかもしれないと最近思い始めてる。自分の配信枠だと本当に9時半から10時ぐらいにスタートして、のんびり1時間程度やってるって感じかな。ただ、私自身は他の人の、まあ、YouTuber もそうだし、ライバーさんもそうだし、そちらの配信枠にね、一緒に映ってたりとか、トークしたりとか、背景になっていたりとか、もしくはマイクラみたいにいろんなゲームをやったりとかはしてます。まあ、配信プラットフォームは一応17と YouTube とやってる感じだね。そうなんだよ。渡るちゃんの枠が多分一番長尺で映ってると思う。ねえ。で、多分一番はっちゃけてるのがシェルム枠かな、YouTube の。うん。まあまあ、もともとね、シェルムっていうネーミング自体が、ドイツ語かな？の、いたずらって意味だからさ、そっちの方はもうちょっとはっちゃけてまーす。この前マイクラでさ、地下を進んでて、気づいたら、そのマイクラ世界の一番下の地層にぶち当たってたからね。そうなん？まあまあまあ、そう言ってくると、ほんと嬉しいね。ねえ。まあ、こんな感じで、のんびりやってるしね。お、エールありがとうね。よいしょ。まあ、VR チャットとか始めてみたいとか、そういうことあったら相談してくれても、いろいろと教えられると思うし、クエスト単体で始めたーって言った時に多分迷うこともあるから、そういう時にはね、まあ言ってくれれば、一応ね、そっち、あれなんだよね、クエスト単体で始めた人の方で設定を少しいじってもらうことにはなると思うけど、この姿でバーチャルをご案内っていうこともやってます。実際にね、VR チャットとか、クラスター？もしくは、バーチャルスタジオだっけ？なんだっけ？ネーミングを最近忘れ気味だ。ごめん。まあ、大体の VR って言われるものの、ソフトウェアは触ってるので、そちらでわかんないよとか言ってくれれば、初心者案内とかもやってるんだよね、実は。実はね。まあ、そういう感じで、頼ってくれていいんだよ。まあ多分一番長いのはね、VR チャットなんだけどね。うんうん。VR チャットに関しては本当に、
クエストで始めたときに、自分がまず遊び方、歩き方、日本人への愛方っていうのが分かんなかったからさ、そこら辺に関しては苦労はしてたから、それを教えていきたいし、それを通じてね、ちゃんと VR を楽しんでいただきたいっていうのと、まあ、難しそう、大変そうっていうので、つまずきかけるっていうのも分かるから、それに関してはね、できる限り解消してあげたいなっていうのは思ってます。ね。あとね、配信やりたいよーって人に関しても、こういう感じで VR の中から配信をするっていうのが、難しいとか、何をそれはいいの？とかになった時に教えられるっていうのはいいよね。おー、それはそれはありがとう。ありがとう。ね。多分、ローマちゃんの枠とかに映ってる時の私っていうのは基本パーソナルカラーである。まあ、金髪、青い目。で、この褐色の肌と、このハートマークっていうところは全部共通してんだけどね。アバターほとんどが。だから多分、こういうギャルっぽい感じじゃなくて、よいしょ。ゴシックな感じが映ってる時も多いんだよね。こんな感じ。どうだい？そう。こういう感じで映ってる時もやっぱあってさ。てか、この格好でも結構 VR 上を歩いてること多いしね。一応ね、まあ使用していいよって言われてるものとかに関してはちゃんと調べて、どういうふうに配信の時に使用していいものかどうかっていうのを、まあ調べるとか。あ、これちなみに私が編集したアバターの、まあ、服自体はね、V ロイドのやつそのままなんだけど、ちょっとそれもいじってみました。ね。このアバター、体のボーンって言われる骨。そう。ボーンを設定することで揺れ物とかできるんだけどさ。お、ありがとうね。この髪の毛のね、揺れ物設定が、この体の揺れるものの9割を占めてまーす。すごいでしょ。ふわふわ動くの。まあ、あとね、結構ローメちゃん枠とかそういうのもそうだけど、普段遊びで、カメラを召喚じゃ。今私はこんな格好になってます。骨。っていうこともやったりしてるね。よいしょ。まあ、でもやっぱ一番ね、馴染むのは、この姿だね。イエーイ。まあ、こんな感じでね、困ることとかそういうのに関しても、大体は経験してると思うので、もしもし、バーチャルから配信したい、とかっていうのであったら、まあ時間帯が合うのであれば相談してくれて大丈夫だからね。あとはね、自分でアバター作りたいっていう時に、V ロイドとの使い方わかんないとか、どうやればなんか自分の好みの V ロイドになるかっていうのを模索しててわかんない、迷ってるって時に関しては、まあご相談いただければ、配信しながら教えるでもいいし、ディスコで教えるでもいいし、何かアドバイスが欲しいとか言うときに、一人だと行き詰まりやすいからさ。ね。いや、趣味の人？ぶっちゃけ私あれだからね、ただの接客業だった人だからね。ただ、PC は本当に触っている。ただ、ソフトウェアが強いってわけではなくて、そういうのを使えるよっていうので、何これっていうので全部自分で壁にぶち当たってるからさ。逆に言えばもうぶち当たった壁は多いわけよ。だってそもそもさ、一番最初に配信っていうか動画編集っていうのをやり始めたとき、使ってたカメラ何だと思う？ 10 分で電池が切れるデジカメ使ってたんだよ。あれを笑っちゃうよね、今も。だってさ、数メガしかないメモリーカードをぶっ刺して、まあ SD カードなんだけど、
10分程度しか映らないカメラを使って動画編集するとかいう、なんかバカみたいなことをやってたんだよね、最初。で、家にある機材で最初やるとそんな感じでさ、使ってた PC もオンボードって言われるグラフィックボードなしの、編集とかもそういうのもなかなか重いっていうような、いわゆる、ジムパソコンだね。まあ、努力というか、隙間のこそ強くなれって感じかね。ありがとうね。なので、ボイスチェンジャーもすることはなかったし、なんなら、ボイチェンをし始めてから自分の声を自分で直していくっていう、まあ、喉を鍛えようみたいなこともやってなかったからね。それもやってて、最近の声は、っていう声をミッキーに近づ、まあ、某ネズミさんに近づけることもできるようになってきたしさ。いや、すごいっていうか、多分、やりたいっていう原動力で進めばいける範囲だから、その先には立ってるけど、でも実際に言えばみんなで遊ぼうっていうのをできる限りやっていきたいからさ、VR チャットもそうなんだけど、結構、足踏みをするときって多いと思うんだけど、それをできればね、みんなに乗り越えてやっていきたいじゃん？ね。で、メタバースとかのときもそうなんだけど、メタバースってそもそもなんぞやーってなったけどさ、今もまあ、瞑想してるっちゃ瞑想してるけどさ、好きな姿で好きなことをやって、でもって、褒め合うっていうか、一緒に遊んでいくっていう方が健全で楽しいじゃん？しかもさ、せっかく配信とかやってんだったらさ、いろんな配信方法を覚えてても損はないじゃん。私はこういう VR の中から配信するっていう方法はできるじゃん。ねえ。でも人によってはさ、この VR の配信はわけわかんないってなってるから、他の配信をしてるって人もいて。で、かつさ、実はやってみたいっていう人もいるかもしれないじゃない？だったらその手助けになったらさ、いいよねって。まあ、その分配信の時間が不定期になりやすいんだけどさ。ね。そう。今まではリスナーでした。とかいう人も、配信やってみて楽しかったってなったらさ、それはそれで楽しいし、お互いに情報共有ができる仲が増えるっていうのは、より良い環境だよね。ローメイちゃんの枠まで時間があるときは本当1対1行ってるじゃない？で、深夜その VR チャットの中でやってるときに、まあ、できれば、後ろに映るだけかもしれないけど、会いに行くっていうのは楽しいし、人に会える、コミュニケーションっていうのがいいよね。まあ、最近はね、背後から撫でられることに関して少し、気配を感じるようになってきたので、より楽しんでますけどね。やっぱ撫でられるっていいよね。なでなでされんの。結構好きだしね。結構さ、大きくなってからになると、頭をなでてもらうとか、少ないじゃん。まあ、ないわけじゃないけどさ。なるほど。確かにそうだね。お仕事っていうか、人に夢を与える趣味って感じかな。まあ、それだけでね。食べていけるように、覚悟をガン決まりしてるローメちゃんすごいなと思うけどね。まあ私も人のことは言えない部分はあったけどさ、仕事を辞めるっていうところは、確かに、確かに。でもまあまあまあ、私は私で仕事をちゃんと決めるっていう覚悟をして、仕事辞めたからね。そうだよ、ローメちゃんすごいのよ。だって、お仕事辞めて、脱社畜系 V ライバーになったじゃん。まあ、社畜系に戻ってるのかな？ある意味。自営業が多分究極の社畜だと私は思ってるね。まあまあ、そんな感じでね、のんびりやっていくっていう方針と、無理をしないっていうことは、まあ、やってるけど、まあ、できればね、いろいろ教えていけるようにとか、
やってみたいよーっていう人の手助けはしていきたいからね。まあ単純にね、VR 遊びたいっていうのも、できれば叶えてあげたいしね。ただ私がね、どうにもできない部分っていうのは、まずは、機材がないとか？まあこれに関してはね、最初はまあ、VR 云々よりも、3D アバターがないとかだったら、それは作り方を教えられるし、作れる環境っていうのは、なんとかあるけどね。ぶっちゃけ VRM アバターは私は済むしね。ハミンちゃんすごいよね。物知りだし。トロちゃんも 3D モデル作るのすごいしさ。ローメちゃん枠はみんな技術職っていうか技術力が強い強い。すごい強い強いなんだよね。ちなみにね、そうね、タケミョンっていう、ね、狐の人。V ライバーの狐さん。もう、まあ、配信とかでは使わないって言ってるけど、VR チャットの住人になりつつあるからね。すごいよね。ありがとうね。それにあれだよね。VR さ、この前、まあ、ヨドバシの店頭でゴールデンウィーク中だったんだけどさ、ピコ4かな？ゴーグルが、ゴールデンウィーク割引ってやって、安売りやってたから、まだまだ多分、増えるっていうか、人が増えやすい環境っていうのは、今のところリアルの方も整ってきてると思うから、まあ、そういうタイミングを逃さないように頑張っていただければあれだよね。みんな VR 来れるもんね。みんなすごいよね。最近だとね、シャキネリンさん、シャキネーだね。とか、あと配信で使うのかな、キャリタンは。キャリルさんっていうね、ライバーさん。まあ、お二人ともね、VR に結構来てる。始めているって感じになってる。さらに PCVR をやっているっていう猛者が増えているので、なかなか楽しい。もともとお絵描きが好きとかいう場合だったら、本当に、モデルは作れないけど、そういう肌とかそういうののデザインとかはできるかもしれないしね。で、自分の好みの姿を作るときに超役立つかもしれないからな。すごいね、みんな。私は本当に差し替えるとか、まあ、色を変えるとか、簡単な作業ばっかだからね、やってんの。あとはまあ、買ったものを着てるとかかな。だから、コーディネートをするっていうところでは確かにいろいろできるけどね。ありがとね。そう言ってくれると嬉しいよ。私もみんなと話せてること、こういうふうにコミュニケーションを取れるってところがね、リチナーちゃん好きな方のところなんだよね。YouTube だとさ、意外とこれこういかないんだよなーって。意外とね、遅延に関しては多分 YouTube の方が大きいのよね。リチナーちゃん前もっとすごかったけどさ、最近割とマシになったよね。かつ、なんか、距離感的には近いのは多分17ちゃんなのよ。イリアムとかに関しては、ほんとんどまあ、スマホ越しって感じになりやすくてさ、あれはまあ、あれでいいんだけど、なかなか条件がスマホオンリーに完結しちゃってるところはちょっと悲しいよね。で、ショールームに関しては、あれはなんか、人数多くて色々と弾幕を飛ばし合うのが楽しいっていう感じになってるからね。なのでまあ特色は色々あるけど、多分距離感的に近いのはやっぱ一覧なのかなーって感じはしてる。勝手にガーって垂れ流すんだったら、多分一番 YouTube が優秀かな。版権関係がね、包括契約してるから一番 YouTube そこ強いのよ。で、まあ、スイッチに関して言えばゲームを垂れ流すってところに強いよね。なのでまあ、そういう関係からするといろいろと、プラットフォームを使い分けるっていうのが、いいのかな、に。
まあ私の場合には一応ね、VR チャットっていうふうにやってるけど、VR チャットちょっと抜け道があってあれなのよね。一応ゲームってくくりで逃げ道があるから、実はまあいろいろと YouTube でそのまま配信するときも使えるしって感じかな。だから結構私コラボとかでやるときとかで人数多いときとかって大体は YouTube で VR チャットやってんだよね。逆にまあ一人でとかこういうふうにスタジオ一人でやってるよとかっていうときは大体が17ちゃんかな。バーチャルスタジオもさ、いいんだけどさ、あっちゃうとね、なんていうか、あそこはね、世界の形は一つに決まっていて、で、それの、まあ、セットとかの、まあ、イラストとかもそうだし、風景を、そうだね。立体物は変わらずに風景だけを差し替えてるような場所だから、本当に配信向けではあるんだけど、なんていうかちょっと違うんだよな、みたいな。なんていうか、ワールドが一つのスタジオってなってるから、移動してもスタジオからスタジオへ移ってるだけになっちゃうんだよね、あそこ。まあ確かにそういうのが得意な方とか、そういうのが好きな方にとっては問題ないし、便利であるって感じはするんだけどね。でもこっちみたいに、ここはスタジオのワールドだけど、他のワールドに移動すると、それはそれで探検するワールドに行ったり、アトラクションを見に行ったり、風景を見に行ったりっていうので、いろんなね、ところに行けるっていうのは強みだよね。おー、エイラ、ありがとう。なので、それぞれのまあ、プラットフォームも、そういうふうにいろんな配信スタイルに分かれてるだろうし、こういう、プラットフォームに流すための映像を作るところっていうのも、それぞれのね、VR で、ね、配信方法の傾向っていうのが、方向性もそうだけど、だいぶ分かれてきてるなーっていうのが最近思ってる。ちなみに多分ね、一番カオスで一番ね、やばいというか、技術力がね、やばいのがネオスオンラインかな。ネオスはね、ネオス VR ってとこなんだけど、あそこね、PC のスペックがね、最低限、3090積んでた方がいいかなぐらいのレベルになってるから、今。60でまあまあ、みたいな感じか。なので、なかなかね、マシンスペックが強ければ、あと PC スキルがすごいちょっと強めの、元はプログラマーとかそういう系の人だったら、いろいろ、技術的にも、いろいろと力をつけられるいい環境だとは思うんだけどね。でもまあ、ネット回線強強、PC 強強、技術が強強ってなった時には、ネオスが多分一番強いか。あそこ、配信ソフトすら自分で作れちゃうからな。なんていうかね、あそこは VR の中に何かが入ってんじゃなくて、逆に、技術系ソフトウェアの中に VR が入ってるって感じのプラットフォームだからね。なのでまあそういうところも VR ではあるよーって感じか。まあでも確かにネオス行くとね、まず重力があると思わないで、ちゃんと浮くよみたいな感じになってて、重力なんて自分で決めればいいじゃないみたいな世界だしね、あそこ。すごいよね。移動方法が歩くとかじゃなくてもはや飛ぶだからな。昔の映画で言うところのマトリックスみたいな状態だよね。みんなが主人公のマトリックス。すごい。まあ、ネオスもね、お友達とかいるし、あれだけど。あそこはね、PC スペックは基本求められちゃうから、誰にでもおすすめできるってわけじゃないのがちょっと、辛いね。まだね、VR チャットの方が、スペック的にはそこまで必要ない部分あるからね。あとまあ、スペックは
は本当必要ないけど、使う機材によって本当に楽しみ方が違うのがクラスターかな。クラスターっていうね、VR 空間に関しては、スマホ、PCVR、PC? って感じのプラットフォームに分かれ、プラットフォームというか、機材に分かれてて、スマホでも気軽に入れるけど、まあ、その分ね、描写、少しゲームっぽくなっちゃうかなっていうのと、VR とかにしたときに逆に、スマホがあるので、スマホにちょっと合わせる感じに、制限がかかってきちゃうっていう部分があったりするね。あと移動法がすごい独特だよね。あとね、最初表情の変化っていうのがつけにくいかな。慣れるまでね、あれ、気づかなかったもん。クラスター。まあでもあれはね、なかなか面白いしいいと思うよ。スマホで始められるっていうのはやっぱ強強だよね。で、イリアムに関しては、まあ、バーって喋るのが得意だったら、イリアムでアバター作ってみるのは楽しいと思う。あれ、ライブ 2D っていうか 3D というか、3D アバターの動かし方をライブ 2D みたいにやるっていうのが正しいか。そういう感じでできるのはすごいよね。最初のね、自分のモデル作るときに、ウィリアムで作った子が可愛くできたっていうのが、それをライブ 2D に発注したりとかしたからな。でもって、バーチャルスタジオに関しては、スペックはそんな必要ない。で、アバターのアップロードも意外と簡単。って考えたら、まあ一番配信始めるときにはいいのか。いいのかな。VR の動き回る配信をしたいときにはいいのかもね。小道具とかも結構自分で書き集める必要あるけど、揃いやすいしね。まあまあまあ、そんな感じだね。まあ、あとあれか。そのうちやりたいなーって思ってるのが、みんなで歌いたいよね。年末に、歌合戦とかやってるじゃない？ VR 上でもさ、実はそういう歌合戦のイベント自体はあったりするし、年末なあるんだけど、まあ、エントリーいつからかな。そういうのも出たいね。あとはまあ、もうすぐ、あと2ヶ月ぐらいかな。夏にね、VKET っていうお祭りあるから、そこはみんな、回るだろうし、配信載せるだろうし、なんならまあ、配信中においでおいでーってやって、来てもらいたいしね。そう。VR の中のお祭りっていうか祭典？VKET とかさ、あれを見て VR 始めたいって思う人もいると思うし、そういうのを体験してもらいたいしね。今回、ロメちゃんとかトロちゃんとか出すのかな？ブース。気になるね。まあ少なくとも、ロメちゃんなんかやりそうだね、ポスター出すとか。あと、エモさんがそろそろあれか、おはようのショート動画というか、動画を999枚、もうカウントダウン5切ってんだよな。まあ周りの V さんもいろいろと楽しい楽しい状態になってきてるともあって、この夏、すごい楽しみだし。いいね。わたるちゃんも最近ね、ボイチェン使うよりかは、地声を、両声類に仕上げてきてるところがいいね。ミオ先輩もね、なんかちょくちょく別アカでいろいろやってるというのを聞いてるので、そのうち発見したいね。あと、アサスさんもね、ボイスを出せるようになったら、さらにおしゃべりしたいね。
ミンさんもこっち側とか来てみたいよね。おいでおいで。VR はいいぞ。いいぞ。あとお友達があれか。すごい人いてさ。この前なんだけど、ゴーグルは持ってる。ゲーミング PC は高いから持ってない。っていう人が、自分のアバターを変えたいって思った結果、どうしたと思う？前提条件として、VR チャットにアバターを上げるため、アップロードするためには PC が必要です。その際に使うソフトウェアが、まあ、Unity っていうゲームを作るアプリケーションが必要だ。それは PC しか入らないからね。っていうのがあって、翌日アップロードしてました。その方法が。なんと、ネット喫茶の PC に、レンタルして入れて、で、アップロードしてるっていう、なんかすごい荒技をやっててびっくり。すごいよね。あらかじめさ、アバター持ってる云々じゃなくてさ、まあ、ブースで購入したアバターをその場でダウンロードして、でもって、その、ネカフェの PC で編集して、Unity 突っ込んで、で、アップロードするっていうことをやってたんだよね。すごくない？その根性。いやー。PC ないならレンタすればいいじゃないみたいな感じのノリで。実質2000円もかけずにね、環境を一気に整えてやってたからびっくりだよね。しかもその場でさ、PC アバターじゃなくて、クエスト対応っていうさらに重さを軽くして設定とかをその必要な枠内に収めたアバターに変更して編集してるっていうのがすごいよね。なので、そういうの見てて、なるほど。PC 持ってなくても、いけるなっていうのを、その時感じたんだよね。っていうか、その根性、すごいよ。そこまでして着たい。可愛くなりたい。みたいな感じになってたのが、やっぱすごいなぁと思うのと。まあ、今でこそ本当に PC アバターになってる人なんだけどね。基本、そういうね、情熱があれば、なんかいろいろとブレイクスルーすること、できるみたいで。すごいよね。まあ、そんなお話でした。さて、11時11分ね。なるほど、なるほど。まあ、枠的に言うと12時になる前には一旦閉めようかなと思う。ねえ。まあ、もうちょっとしたらって感じかな。明日は日曜日だし。何しよっかな。ちなみに明日は、10時からはイベントに行くというか、集会に毎回行ってるから、多分、8時か、まあ、9時ぐらいに配信はすると思うので。まあ、のんびりこんな感じでね、ゆるゆるとやってるので。よかったら聞いてね。もうある程度いろいろと用事自体はね、済んだから、配信頻度は上げられると思うんだよね。まあでもできる放送時間っていうのはやっぱ9時以降、9時半からが多いんだよね、どうしても。こればっかりはごめん。あとそのうちまた、お歌の練習したいよね。意外と歌に関してはな、いい喉の筋トレってわけじゃないけど、訓練になるから楽しいんだよね。単純に歌うのも好き。ね。あと、どんな企画をやってみたいとかいろいろあるけど、いい加減あれだよね。
熟成したマシュマロを瓶から開封しなければ。今ね、超熟成したマシュマロがあるんだ。いつか使うネタのためにっていうので、熟成させまくってるけど。それこそね、ワイン並みに熟成されてる気がするんだよね。まあまあまあ。いろいろとね、楽しみ自体は用意してるから、なんとかね。マイペースにやっていくけど、ぜひぜひ応援しに。多分今日も夜、ローメンちゃんの枠あるんだろうから。このまま起きられたら参加したいね。いやー、意外とね、さーって仮眠するかー、すやーってなった時に、がっつりすやしちゃう時あってさ。いやー、なんか気温の変化があってから、毛布とかじゃないけど、クッションふにゃってやりながら、すやーって寝ちゃったりするんだよね。意外とそういうのない？ちょっとだけ休憩しようみたいになってるときに、そのちょっとだけが、全力ですやーってなったりとか。まあ。軽く休もうってときほど、緊張感が一気にほぐれて、全力で休んじゃうんだよな。あれよ。普段のスマホの振動とかそういうのは気にならないけど、なんかお仕事控えてるときとか仕事があったときとかのスマホの振動？どんな些細なのでも超気づくやん？それも逆バージョンが起きてんだよね。っていうかもう本当に、気を抜くと全力で寝落ち。今日もそう、ディスコードでさ、お話ししてるときにね。私をガンダムみたいにしてみようみたいなのが軽く上がっててさ。そしたら出てきた案がさ、赤い？かな？体育座りしてるやつ。ああいう感じでね。私がそういうガンダム系のモビルスーツ系になったら何がベースになるのか聞いたらそれになっててさ、なんでそれって聞いてみたら、寝落ちしてるドクペさんって言われて、はい、なるほど。確かにそうだねってなったんだよね。確かに私が寝落ちしてるとき、膝を抱えてこう、コロンってなってるから。で、VR 上だと、もう本当に、体育座り状態で、床にめり込んでることあるからさ、確かにそうだよねーって思いながら、そのチョイスで間違ってないわ、っていうふうに納得しちゃったんだよねー。まあ、そんな感じだね。さて、では、そろそろ、お時間ということで、一旦枠は閉めます。この時間帯からね、まあ今も、いろんなライバーさんがね、11時ぐらいから配信スタートしたりとか、これからの夜の深夜帯、いろんなライバーさんがライブ始めると思うので、ぜひぜひ、無理しない範囲で応援しに行ってあげてね。いやー、気分転換とかでちょっと夜更かしするかーとかならいいけど、もう疲れてる。でもみたいな感じになってしまったらちゃんと休んでね。体調を、整えるというか無理しないようにだけは気をつけてください。日曜日ゆっくり休んでね。ではでは、おつどくー！またねー！